はい、1時45分回りました。この時間は新興市場の話題、内藤証券投資調査部シニアアナリスト高橋敏郎さんにお話を伺っていきたいと思います。高橋さん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと週末らしい調整の動きになってきていますかね。日経平均は、はい、先ほどはもう500円を超す下げになりまして、25日線を割り込んできています、はい。まあ、ちょっとこれ久々ですね、25日線割れ。そうですね、今順パターンでいい感じだったので、はい、そうですね、今日の下げはちょっとそうですね、ちょっと、ちょっとチャートの形としては気になるところですけどね、はい。一方で新興市場は結構底堅いじゃないですか。マザーズ指数見ましても800ポイント、はい、まあ、キープしてますよね。はい、はい、そうですね。下落率も 0.7% ですから、極めて底堅いというふうに言っていいのかなと思うんですけども。はい、そう思います。まあ、この辺はちょっとこう、マーケットの中でも少しですね、あの濃淡、明暗が少し出ているというところでしょうかね。流れもこちらの方に向き始めているような雰囲気なんですけど、はい。それでですね、昨日おとといでですね、11月相場が終わりました。で、はい、この時間でもいつもご紹介いただいてますけれども、マーケットの先頭意欲の表れ、新値株の状況をですね、11月分についてデータまとめていただきましたので、はい、その紹介いただきたいなと思います。はい、では、新高値の紹介ですね、はい、していきたいと思います。まずこちら1枚目なんですけれども、11月の新高値になります。市場グロース、スタンダード、プライムというふうになっておりまして、11月1ヶ月ですね、グロースは新高値の社数が82、スタンダードは191、プライムは406というふうになっております。はい、でこの82という数なんですけれども、はい、これがどのぐらいの水準かといいますと、次のページいきますと、これ、1年2年分ですね、大体取っております。82というのはここ、11月82でした。1年今年、もう12月入りましたけど、見ていただきますと水準としては非常に、はい、良かったというふうな感じになっております。そうですね、はい、今年入って3番目、はい。で、マザーズ指数の方もこれは、月次で取っておりますけれども、9月ですね、ここから見ましても10、11というふうに、上がってきておりまして、比較的しっかりしておるなというふうな感じです。でここの一つの要因は、決算の集計の時にもお話ししましたけれども、いわゆる市畜ですね、市畜の、業績というのが46に比べて、改善しているという、そのマザーズ市場全体のですね、いわゆる業績少し上向いとる、そういったことも関係しとると思います。はい、でこの12月、昨日これ1日だけですけれども、1日だけで18社新高値を取っておりまして、はい、11月の末でですね、新高値になってきたような銘柄が、そのまま勢いを持っておる、しかも、比較的高水準ですね、1日で18と言いますのは、3月、ね、はい、1ヶ月で18社だったのが1日で18社というふうな、そういう水準ですね。かなり高いはい、というので、比較的、グロース市場マザーズ指数というのはしっかりしているというのが現状になっています。ああ、そしてそれをもう少し具体的に見ていただきましょうかね。はい、で、まず最初、プライムの方から簡単に説明していきたいと思います。はい、プライム、これ回数順といいますのは、1ヶ月間、だいたい20営業日ぐらいのうちに、13日12日これ新高値を取ったというふうな回数が多い順番、はい、でこちらの方は、新高値を取りました。その中で月末時点で時価総額の高かったというふうな銘柄です。うん、で今回ここ、このまず回数のところからいきますと、あまりあれですね、いわゆる中小型の感じが、うん、ね、はい、多くなっておるんですけれども、比較的馴染みの薄い銘柄が多いのそうですね、はい、でここ面白いぐらいにですね、なぜこの新高値だったかといいますと、高決算ですとか、増配発表、情報修正、これを出してその後に、約11月1ヶ月間、高値を取り続けたというふうな銘柄になってます。で
例えばですけど、このグローバルリンクもそうですし、はい、日本夜勤もそうですし、三月は情報修正、新興商事も、情報修正というふうに、はい、いわゆる高決算、あまり目立ってはない銘柄群ですけれども、うん、情報修正したところで、新高値を取ったというような感じ、うん、で、時価総額の方でいきますと、ソフトバンクグループはの自社株買いと、まあ、市場の状況が重なってというふうなところがあったと思います、うん、であとはまあ、任天堂は決算前に、買われてというふうな感じはあって、やっぱり決算絡みというのが多いんですけれども、うんうんうん、この日立ですとか、この伊藤忠、うん、あとまあ、三菱住友とちょっとあのバリュー系といいますか、重厚頂戴的な、そうですね、雰囲気のするものが、はい、しっかり、数を取っておるというふうな、うん、感じになっておりました。はい、はい、で、次スタンダードなんですけど、スタンダードの方は簡単に、はい、ここも、回数の方はかなり、しっかり13ですとか11取ってるのありますけれども、はい、ここもですね、言うなれば、決算が良かったというふうな形です、うん、ただ、今のこの25日の乖離率を見ていただきますと、一旦上がったけれども、やや、ピークは過ぎた感があるというふうな、ものがやや散見されるというふうな状況ですね。でまあ、半導体から見、今中古型の半導体少し注目を浴びてたと思うんですけれども、うん、そういったものはしっかりと強かったかなというふうな状況です、うん、はい、で次にグロース市場ですね、こちらに行きます。11月のグロース市場の回数順になります、うん、他のプライムですとかスタンダード12回ですとか3回ありましたけれども、グロースの方は9回というのが最高でした、うん、意外に少ないですね。そうですね、もう全体としてわっと底上げされてきているかなというふうな感じですね。そういうことですか。はい、ただここも、まとめてしまいますと、いわゆる決算で注目を浴びたというふうな、会社が、新高値を取っているというふうな感じです。 EDP の方も、いわゆるこれ、カーボンって書いてありますけど、人工ダイヤモンドですね。ダイヤモンド、あ、そうでしたね、はい、はい、で、高決算でしたし、マイクロ波化学も、高計算とは言えなかったですけど、リリースですね、はい、いわゆる大手とのリリース、いろいろ期待、あとは、まあ、自流にあった SGDs といいますか、環境絡みというふうな、そういったところでした。で、グローバルセキュリティ、こちらも高決算ですし、カヤックの方は今、最近 IPO されました、会社の親会社といったところですか、うんうん、そこで動きがありました。でこのアライドアーキも、ジャパン、ボランティーサポート、こちらの方はとも、に高決算というふうな、状況になっております。で6ページ目なんですけれども、こちらですね、続きになりますけれども、回数順でいきますと、おおよそですね、やっぱり高決算というのが、目立っております。ただ、この中ではこの霞ヶ関キャピタルなんですけども、これはそのいわゆる、去年からずっと続いておりますけれども、時流にあった冷凍倉庫ですか、ここが伸びるぞといった話ですとか、はい、あとは、いわゆる民泊といいますか、その、経済再開ですね、はい、ここのホテル絡みといったところで非常に成長するであろうというその期待感が強くて、伸びておる、決算が直接というわけではありませんでした、うん、はい。でこちら EUL の方なんですが、これは高決算ですね、うん、ただ高決算の後ボラが非常に大きく出ましたけれども、結果として高決算を交換されて、新高値を取ってきたというふうな形ですね。で、この次の、次の次バルテスも、これも1級から高決算ですね。それで、1段、株価が切り上がりまして、うん、2級でもう一度高決算でもう一段上がってきたというふうな感じ、素直に、交換されておる、会社だと思います。というふうに、こちら見ていただきますと、やはりここも、高決算ですね。高決算、はい、はい、もう11月というのはもう高決算で、一言で言えるというふうな、そういう感じの、決算手がかり、はい、
でですね、そこで、この11月終わった話で新高値好決算でしたってなると過去の話になりますので、はいはいはい、この先はどうでしょうか。さらにはい、そうですね、25日の乖離も一旦ピークを超えているというふうな銘柄が多かったです、はい、ですので はい、これからどうするかといったところのアイデアとしましては、来週再来週ですね、はい、そこまでに決算発表しているグロースの銘柄、はいはい、で今回はこの人気といったところも合わせまして、売買代金ですね、これの大きい順に並べております、うん、そのようにしますとこれ見ていただきますと12月の14、15ですね、エニーカラー、はい、はい、で、14日にはビジョナル、はい、いわゆるグロースの、中核に今ですね、はい、が、出てきております。はい、であとはまあセルソースですとか、よく月次も出てきて話題になりやすい、スマレジですとか、スマレジ、はいはい、でこの際に何を見ようかなといった時に、いわゆるコンセンサスの差もあるんですけどないものもありましたので、うん、時々出しておりますこの 40% ルールという今期の会社の伸び率営業利益率の足し算ですね、あ、はい、これが、40あると成長企業でしょうといったところ、うん、その40があるかどうかというのを見ますと、うん、ほぼほぼ、いい線いってるというふうな企業が多いです。はい、特に、このエニーカラービジョナルですね、はいはい、時価総額 1,2 を競うこの銘柄群は非常に高い成長、もしかして織り込まれておる、そういった動きの、まあったりするかもしれませんが、まあ、この成長率というのは決算出て成長するというふうな実感がありますと、もう一段ですね、そうですね、改めてよく次の期まで買いに行くということなんでしょうからね、はい、といったところを見ますとこの、うん、来週再来週ですね、いわゆる、マザーズ指数というのは、どちらかというとやはり、勢いがつきそうだなというふうな、はいはい、状況になるかなと思います。直近はいや小粒な銘柄が中心でしたけど、やっぱりこう、はい、ど真ん中の銘柄にこの14、15あたりからなっていくという可能性が出てくるわけですね、これね。そうですね、これで決算で弾みがつくと年末非常に新興市場が、賑やかになるかなというふうな感じです。わ、はい、かりました。高橋さん、はい、お忙しいところどうも貴重なお話ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。内藤証券、高橋俊郎さんにお話を伺いました。